ホーム、寺坂水源南阿蘇水の生まれる、里白水高原駅は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村大和中末にある、南阿蘇鉄道高森線の駅。短式ホーム一面一線を有する地上駅。開業当初から、無人駅である。十二角形の開放的なログハウス風待合所が、置かれている。あたりは一面の電源地帯で、多数の遊水池がある。 2020年3月19日まで読み仮名が22文字あり、鹿島臨海鉄道を洗い鹿島線の長者が浜塩塞浜那須公園前駅と並んで日本一長い駅名であった。また、正式表記では14文字あり、開設当初は正式表記でも日本一長い駅名であった。2001年に市畑電気鉄道北松江線の古港駅が、 ルイスシー・ティファニー庭園美術建前駅に改称され、日本一の座を同駅に明け渡したが、同駅が2007年5月21日に松江イングリッシュガーデン前駅に改称されたため、当駅は読み仮名で日本一に返り咲いた。ただし、駅名表記については、2001年に開業したディズニーリゾートラインのリゾートゲートウェイステーション駅。 および東京ディズニーランドステーション駅が最長となっている。なお、あまりの駅名の長さのため、案内や切符などでは当駅は、白水高原駅と省略されて表記されている。2020年3月20日に、京福電機鉄道北野線の当事院駅が、当事院、立命館大学絹笠キャンパス前駅へ改称されたため、同日から日本一長い駅名の座を明け渡し、 さらに2021年1月1日に、富山地方鉄道の富山とヨペット本社前、停留場が、トヨタモビリティ富山 G スクエア、五福前停留場に改称されたため、現在は、こちらが、日本一長い駅名である。AB 国土数値情報国土交通省、2018年3月22日閲覧、熊本地震の後、水源枯れる、 日本一長い駅名由来の地朝日新聞デジタル2016年4月26日同日閲覧アーカイブトゥデーよりアーカイブ南阿蘇日向文庫だよりボリューム006熊本地震を経て蘇った潮医者水源のことロかる2018年10月8日2021年2月12日閲覧浅井賢治調雑学読んだら 話したくなる日本の地名日本実業出版社2010年 P213ISBN 978から4から534046604茨城物知り博士茨城健康式サイト大ボケ駅にトトロ駅日本全国のユニークな駅名を集めてみた駅サイトニュース2011年10月18日学校法人立命館と 京福電機鉄道株式会社が連携、協力協定を締結乱電北の線、当時院駅が、当時院、立名館大学絹笠キャンパス前駅へ、学校法人立名館、京福電機鉄道、オリジナルの2020年3月13日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20200313085043/https www.keifuku.co.jp スラッシュ upimage スラッシュ n e w s r r e l e s e スラッシュ15840773438090877600 PDF2020 年3月19日閲覧定流場名の変更について富山地方鉄道株式会社 web.archive.org 2021年1月8日閲覧ありがとうございます。